どこ行く、こっちか。一番近いのやつ行かれる。ちょっと触手か、触手プレイしたい。これこのなんという触手か、草みたい。入る。庭園か。うわ、本、ここはラックビルジニティの町である。南にはプルミエ・ランブルの村がある。西にはビール・ブラッシュの町がある。すべて帝国豪将軍の一人、ミルイヒ・オッペンハイマー将軍がお考えになった素晴らしい名前である。まあ、わからん。これは仲間か。私の名はヘリオン。あんたの名はタイニーだろう。知っているさ。これでも紋章の力を振るうものだからな。ね。あんたの持つソーリータ、そいつは無限の力と邪悪な意志を合わせ持っている。その力の導くもの、それが何なのか。興味あるところだよ。どうだい、あんたの未来を見せてくれないか。もちろん、ただとは言わない。私の力あんたに貸してあげるよ。それならいいだろ。しない。そうかい。わしらの力、呼び戻しは必要はいいかい。ないかい。わしらヘリオン、あんたはタイニー。ほんほんほん、タイニータイニーとか仲間にする。ありがたいね。早速あんたの後ろへ移る。どうするか。私の力は呼び戻しさ。ここに入っているまばたきの手紙を使えばいつでも本拠地に戻れるようになるよ。なんだこれ、まばたきの手紙。こっちは特攻薬。メタタキの手紙で、メタタキの、またたきの手紙、本拠地に戻る。ああ、それは役に立つね。じゃあ、タイに渡す。タイにどこ？タイに渡すよ、メタタキの。タイに。なに？お泊まりもらうのダメダメ。いらないお前、高いすぎる。黄色の絵の具、壁画の材料、黄色い花の種。ああ、花生えるか。必殺の封印書、また必殺のやつ。俺から聞いたら、帝国豪将軍ミルイヒの城、スカーレティシアを守っている毒の霧を役に立たなくする薬を作れる男がどこかにいるなしだぜ。俺聞いたって言うのなな、な、言うなよ。いいど。南のリコン、いや、今はプルミエ・ラムールの村だったな。そこにルーカンという高名な薬師、薬師がいた。ルーカンにする作れない薬はないそうだ。武器高く鍛えれる。タイニか。怪獣になった。ああ、高いすぎる。リュウチ。こうが68年。そうだな。HM ババ必要だ。ああ、これは高いすぎる。ああ、これ限界か。そうだ、HM ババ必要だ。南
離婚した。あんたら解放軍の人だろう。やっぱりそうだ。早くこの町をなんとかしてくれよ。どこ行く？こっち、港。船がある。ハゲは仲間か。ラックビルジニってなんて名前は嫌よ。昔の庭園の村に戻してほしいわ。よし、ハゲ。仲間になれ。AK。俺は AK。武術の腕なら確かだぜ。ただし、俺は強いやつしか認めない。お前は強いか。ダメだな。あと11レベルぐらいだな。11レベルか。11レベル。の後、ハゲ手に入れる。研究中。お客はお断り。錬金術師、カマンドール。入れない。俺から聞いたら、邪魔だお前。邪魔者。墓場。仲間か。なんだ、てめえらは。解放軍知らねえよ。そういうのには興味ねえんだ。俺が興味あるのは船よ。この腕を存分に震えるような仕事なら歓迎なんだか。だがな、ね。ね。またあんたらか、俺に何のようだ。船。船大工とか、据えてくるか。この町もいないか。ハゲ、11の後、ハゲ手に入れる。そして、どうやってあの船のやつ手に入れるかわからん。どこ行く？迷子。この触手クロス。同時に攻撃できる。触手。ね、型破りの彼女は型破りの政治家です。片酢を飲む。その庭は片酢を飲むほどの美しさでした。カツを入れる。死んだフレック。そろそろ死んだか。これか。これなんだ。離婚。これは目的地か。離婚。薬か。鍵なんだ。薬。青の絵の具。この絵の具なんだ。そして種と絵の具なんだ。どんな使い方好きですね。鍵何。俺はジャバ。鑑定の目なら誰に負けないぜ。俺に鑑定できないものがあったら何でも言うこと聞いてやるよ。これは仲間か。何か。置物なんだ。ワイエザラ。名古屋ザラか。はい。仲間になれ。この貴様。仲間にならないか。なんで。ジャブのやつめ。何か。俺に鑑定できないものはないだ。知っているんだ。奴が昔一度だけ失敗したこと。何か鑑定できないやつ。ついてくるなら仲間になるか。高名な薬薬職人がここにいると聞いて、はるばるやってきたのですが、やっとうちの子の病気を治せると思ったのに。これ誰？仲間。
ね、誰もいない。ダメ、もう2回行ける。仲間を見つけた。ねえ、私の猫見なかった？ああ、あの町の猫。ああ、捕まえるか。あの名前忘れた。あの角か、角、あの町、そっか、あの猫捕まえる必要か。どうやって捕まえる、あの猫？わからない。何でも鑑定できる。あんたらもリュウカンさんを探しているのかい？でも無理だぜ。あの出来き薬職人もすっかり山をくれてない。こっち何もない。とりあえずめんどくさい。あの鏡使おうか。どこだ？カツ、カツを入れる。彼は最近元気がないのでカツを入れました。妖精か。かゆい、かゆいところに手が届く。今度の旅行先ではかゆいところに手が届く。届くを、待遇を受けました。口何もない。じゃあ、あの鏡使おうか。また滝の鏡。よし。どうしたい？おい、ボレの何用だい？うん、そしてこのテレポート使える。これは役に立つね。タイにまだ持っている。そうだな。いつでも使える。どうやってあの猫を取れる？いや、寝る場所どこ？2階。ね、1階。寝る場所1階。行楽必要か。どうやってあのやつら手に入れるかどうか。あれあれ、注文はどうだったかな。どう忘れちゃった。まあいいか。テレポート、なあ、違う、成果じゃない。もう仲間になれ、バカ野郎。まあ大丈夫ね。あの鏡使える。いいぞ。これはしゅ、え、切った、待った時の鏡は外で。ああ、外。なんで外？こっちか。なんで外？別にいいじゃない。はい、まあ。スイカダメ、カクダメ、コアン、ガラン、ガランなんだ。大森林の村、豪族の砦、ドウォーフの焼き道、リコン、テイエン、パヌヤクタ、焼けたエルフの村、ドウォーフの金庫、ドウォーフの山道。ああ、これドウォーフ手に入れるか。よし、こっちじゃない、場所じゃない。あ、くそ、
外はこっちね。ああ、わからん。進むか。ガランなんだ。あ、こっち。これガラン。何か見える。川の中に何か見える。これはリコンか。かゆいところに手が届く。今度の老後先ではかゆいところに手が届く待遇を受けました。風向きが悪い。混乱は父の風向きが悪いです。風の吹き回し。とりあえずまっすぐ行く。風向きが悪い。今晩は父の風向きが悪いです。風の吹き回し。どうした風の吹き回しか。突然おばが訪ねてきました。風の便り。風の便りに聞くと彼女は去年離婚したそうです。じゃあずっとまっすぐ行くか。風当たりが強い。政府の経済政策に対する風当たりが強まっています。食べた。毛の生えたような。彼は素人のに毛の生えたような歌手に過ぎません。毛色の変わった。彼女の経歴は毛色が変わっています。ああ食べた。死んだ。二人死んだ。このカズラ強いな。ああタイに強い。攻撃から強い。死亡二つ。ああ触手いいだろう。触手倒せる。体力高いね。500くらいで倒さなかったタイに。グレミオも死んだ。まあ大丈夫かな。そっか、あの水のやつは回復か。次の町どこ。遠いすぎるか。町下。下も何もない。上あ、見つけた。何か見つけた。あ、二人倒せるだろう。倒せよ、お前ら。タイにも死んだ。あ、二人いけるだろう。よしよし。死ぬ前にあの、行かれるやつ倒す。よしよし。行け、ビクルル。ビクルル。よし、やった。よくやった、バカだ。
死亡5人。これなんだ、みんな死んだ。規定の数個は強化されていません。この先はジョーストン帝氏都市同盟との国境だ。一般人の数個は許されないんだ。だから、そして仲間かな。今入れない。後で入るか。じゃあ寝る。寝る時間。一回ね。階段の方が早いかな。どうやってあのローリーさん手に入れるかな。金のやつのロック使うか。まあめんどくさい今。後でやる。そうだな、歩いた方がいいか。階段の方がいい。各公安、ガラン、大森林の村、皇族の砦だ。これなんだ。ああ、これ、これ、仲間になれるか、お前ら。こんにちは。なんだよ、おめえらは。海王軍知らねえよ、帰れ。俺たちがこの海王で。どうやって手に入れるこの三人。ドワーフの山道。ドワーフの金庫。パヌヤク庭園。北の石書。平安かな。この庭園からどこかな。毛の生えたような、彼は素人に毛の生えたような歌手に過ぎません。毛色の変わった彼女の経歴は毛色が変わっています。毛並みのいい、彼の毛並みがいいことは会ってすぐに分かりました。ケチ、ケチをつける。上か。二つ船がある。いや、これは今の見つけた場所。北関所。じゃあ左、ずっと左。何かあるか。左上。いや、逃げるか。これは強い。これは強いすぎる、このやつら。こっち行ける。行けるだけど、意味ないだろう。じゃあこっちダメ。こっち倒せるだろう。ケチ、ケチをつける。彼はみんなが賛成した計画にケチをつけました。計銃を測る。契約はその計銃を測ってから合意するべきです。
計算に入れる。ある程度の遅れは予定の計算に入れてあります。けじめ。まだ生きているこの4人、5人、6人。何か見つけた。これなんだろう。洞窟。竜度。何？これは仲間か。仲間か。門番。ここから先、皇帝陛下より許された竜度騎士団の領地なり。いかなるものであろうと入ることわかりない。ダメか。まあいい、見つけたから記録しました。それもいいだろう。ま、町とかあるか。職種。けじめをつける。仕事と遊びのけじめをつけなさい。決起に流行る。彼らは決起に流行って行動したため戦略にかけていました。決起盛り。彼は決起盛りだけに妥協の価値を知れません。何もない。まあ一人倒せるだろう。一匹倒せる。血気盛り。彼は血気盛りだけに妥協の価値を知れません。煙。何か見つけた。あの白のやつ。まあ出せる。殺せ。煙に巻く。彼はどんな質問をされても相手を煙に巻くのが上手です。食べた。あ、まだ生きてる。煙になる。努力しましたが結果は煙になってしまいました。煙たがる。彼は議論好きなのでみんなが煙たがっています。懸念の中。彼と彼女は懸念の中です。桁が違う。彼のお金の使い方は普通の人とは桁が違います。桁違いの。彼女は二人死亡。あ、これこっち見つけた。ロリーマ。入れないだろ。ダメね。まあいい。あのテレポートに記録しましたからいいね。もう少し探すか。戻るかな。まあ、この妖精を殺す。その後戻るか。桁違いの。彼女は桁違いの金持ちです。桁外れの。彼女は桁外れの才能を持ったピアニストです。気がある。彼女は私に気があるようです。気が散る。テレビの夫に気が散って仕事に集中できません。うち何もないね。
ずっと何もない。あ、何か見つけた。これは目的地かな。ソニエル。ソニエル目的地か。え、ダメ。ということで、ここはミルイヒ様の教科のないものは立ち入れません。立ち入り禁止だ。もう全部立ち入り禁止、このクソ、クソところ。すべてのクソところで飲み抜き、すべて禁止だ。ダメだろ、逃げる。多分大丈夫。まあ、逃げられるから。ちょっと逃げられる。逃げる。それは、名前忘れた。テイエン。それがテイエンか。ループしました。これは橋。どこだこれ。これ庭園じゃない。別の場所。いや、これはな、な、は。庭園じゃないだけど、あの、行ったこと、ところ、あ、書くか。リコンの、そうだな。これは庭園。真ん中何か、あるかな。わからない。あ、これ。これは正しい。これは目的地かな。スターレッシティ。あの、クソ、花か。うわ、なんだこの花粉は。タイに糸をまず引き上げようぜ。あ、これはあの、はい、戻るか。今日は終わりしましょう。多分階段の方が早い。あのエレベーターより。目的地わからん。迷子です。うん。回復したね。それでいいね。お疲れ様でした。